今日はプチプラデートコーデを紹介したいと思います。スタート。まずは映画のデートコーデです。これはどっちも上下皿です。すごいシンプルだけど、この編み編みがおしゃれで、映画館って寒くなったりするから、こう上から羽織ることもできるし、これを脱いで暑かったら脱ぐこともできるから、なんか一番ちょうどいいかなと思ってしました。この中は GU の、 インナーなんですけど、これ1枚でも可愛いし、そのままチャック全部閉めちゃってもおしゃれだなと思って、こんな感じあります。次はドライブコーデです。これはドライブデートコーデです。1枚で着れて、なんかセクシーだけどセクシーすぎないし、なんか1枚で楽に着れるところがポイントです。意外と動きやすいから、車の乗りよりも楽だし、お気に入りです。で、本当はこれヌーブラの方が可愛く着れるんですけど、ここがないから今日はちょっとこのままで着てます。これはザラです。こんな感じです。後ろもこんな感じです。散歩デートコーデです。ちょっとチラ見せみたいな感じなんですけど、お散歩ってことなんで、本当に私結構お散歩好きだから、デートするときとかお散歩行ったりするときはもうこういう本当に歩きやすい靴だけど、おしゃれな洋服がいいから、こういうチラ見せしながらダボッとしたパンツ で上はピンクのちょっとピチッとした、まあ、ラインが綺麗に見えるようなのが好きです。で、お散歩コーデも上下ザラです。こういう感じの生地、まあ、こういう ピタッとした服の下はやっぱりちょっとダボッとしたのが可愛いかなって思います。靴は歩きやすいアディダスです。ちょっと黒が見えちゃってイメージつきにくいけど、で、次はおうちデートです。
これはおうちデートコーデの GU のやつで1枚で着れる、なんかお気に入りの色です。なんかすごい楽だし1枚で着れるし、なんか家にいてこうなんか映画とか見ながら楽にいいなと思って私はこういうのを選びます。うん、めっちゃ楽。なんか他にも色あったんで、なんかお揃いで家で着てても可愛いかなって思います。最後はディナーデートコーデです。これが H&M のコーデです。夜のディナーで結構あの服装に厳しいところとかもあったりするので、こういう上から羽織るジャケットみたいなのがあったらマナー的にも恥ずかしくないしおしゃれだし、ご飯屋さんについて上を脱いで出すこともできるんで、なんかすごいいいアイテムだなと思って、私はジャケットのセットアップとかすごい好きです。色もおしゃれで結構こういう黒の靴とかを合わせるとなんか映えるなって感じです。中のこのインナーも H&M です。なんかこのメガネはこのコーデにちょっとおしゃれっぽく合うかなと思って1000円ぐらいのアイテムだったんでちょっと合わせてみました。まあつけてもつけなくても可愛いけど、なんかおしゃれ度増すかなと思って、緊張しまくりです初めてしたんで緊張しました。でもすごい楽しかったです。なんかこんなすることなかったんで、はい、やってみたいです。以上、夏のプラコーデでした。めっちゃ一生懸命選んで決めたので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。またよろしくお願いします。